ハロー、ニベハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14シーズナルイベント聖母祭第2回配信を撮っていきたいと思います。さて今回も、いちかさん、まゆさんが一緒にボイチャを参加しながら遊んでくださいますので、まゆさんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。というわけでグループ終了。さてレベル15クエスト聖母祭は何のため、本クエストは期間限定のクエストとなりますが、さあ皆さんのおかげで予想していたよりも早く聖母祭を開始できるかもしれません。この調子でお願いいたしますね。みんなのおかげか。果たして僕は役に立っているんだろうか。見えないんだかカムディとハリトさん。そうなんだよ、見えないんだちっちゃくてもうカムリトさん、あ、いや、なんでもないよ。次はツリーの準備をお願いいたします。詳しい話はグリダニア新市街のドングリ遊園にいる熱血の聖母祭実行委員にお尋ねください。熱血。というわけで、中央エーテライトまで行きますか。うんうん、行った方が良き感じですな。さすがにこれはね。さあ、どんぐり遊園。懐かしいな。北条の舞を覚えがある。あの木工ギャグを聞いた覚えがある。はい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 。我々あの言ってることは一緒なんですけどね。木工ギャグは良かったね、あれはね。ね。あの見知らぬ方に言うとあのドン引きされる木工ギャグ。木工ギャグ。だってどんぐり遊園。あそこから先生大好きになりましたね。こっちだっけ？こっちだね。あれ、まゆさんが見えない。あ、ごめん、もう現地にいる。マジか。あれ、ここから行けるっけ？あ、行ける行ける。どこだ？ごめん、読み込みがかかるんだ。あれ、どうしよう、ここに置いてある遊具ってどうやって遊ぶのかなって不思議に思ってるんだけど、全然関係ないけどさ。うん、これ何なのって思う。わかんない、回転させるのかなと思うんだけど不思議だなって。さあ聖母祭実行委員の方、熱血、あ、女の子で熱血なんだ。あら、あなたも手伝ってくれるの。町中のツリーの設置状況をチェックしているんだけどちょっと問題があって。ほら、これを見て。動物に噛まれたのか木の幹の部分が傷ついているの。万が一倒れでもしたら子供たちのが危ないわ。私はここで見張ってるから木工士ギルドに行って腕利きの木工士さんを呼んできてもらえないかしら。もしやさすがに2人で行く必要はないか。それじゃあ僕は他にも問題のあるツリーがないかどうか点検してくることにしよう。でもカムリトさんなんかさっきより働く気があるっぽいじゃん。おやおや、いい感じだぞ。ちょっと乗って待ってみる。あれ乗れるんだね。ん？あの謎の遊具。ああ、謎の遊具。乗れるのかな。でも動くことはない。動かないね。あ、違うぞ。あ、外か。先生じゃなかったの。先生。あ、本当だ。先生じゃない。腕利きの木工士。先生だと信じてた。そうなんだね。私も先生だと思って。おや、木工士ギルドに何かご用ですか？聖母祭のツリーが傷んでいるですって。そういうことでしたら私が見に行きましょう。この人の服なんか、なんだろう、作業服としてはすごい可愛いね。あるのかな。ないのかもしれないのか。あったら作ってみたいね。うん、あのめちゃめくちゃ私の目の前につなぎとかもさ、なんか着る人が着るとすごい可愛いもんね。ね、つなぎは想定外でぜひゲットしてください。さあ、腕利きの木工士さんを呼んできてくれてありがとう。やっぱり本職の方に見てもらって正解だったわ。こういう不測の事態には
私たちでは対応しきれなくて、カムリトさんが点検した結果、他のツリーは問題なかったそうだから、これで一安心ね。少し不真面目な人かもって聞いてたけど、率先して点検に回ってくれて助かったわ。あなたの誠実な仕事ぶりに感化されたのかもね。先にミーケと音楽堂の方に戻っていったから、カムリトさんを見かけたらあなたからもネギだっておいて。よし、じゃあミーケットかな。ミーケットかな。ミーケット。これはじゃあ次は3がもらえるっていうことですか。わわーい。カウントダウンの時しか。あ、いや、あのほら、ね、ね、年末？年末使う？ああ。じゃあとりあえずクリスマスイブでカウントダウンして、でそうそうそう、23日のようにカウントダウンして、で、ね、24日のようにカウントダウンして、でだって今99個あるよね。そう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 、うん、何に使うのかっていう。ここに人が、あ、現れた。カモリートさん、うん、何を足したらいいだろうか。カモリートハイトは雪だるまをじっと見つめていて、こちらに気づいていないようだ。そうだ、宝石のついたネックレスでもつけたら豪華で華やかな雰囲気が出るんじゃないか。いやいや、だからそれじゃダメなんだ。大人じゃなくてあの子くらいの子供が喜ぶような飾り付けにしないと。なんという、その雪だるまに問題でも。イゼーヌが言ったこと気にしてるの。イゼーヌが言ったこと気にしてるの。別に気にしてなんかいないよ。積んでるか。別にそうじゃないんだからみたいな。積んでるだよね。でもね、このカムリトさんの外見結構好きかも。あ、うん、あんまりね、私ロン毛の男子はそんなに好きじゃないんだけどね、これは悪くないかなって。ただ言われっぱなしじゃ僕の保険に関わるからさ、ここらで僕の本気を見せてやろうと思ってね。リボンがついてて可愛いけどね、雪だるま。いや、もう嘘をつくのはやめよう。本当はあの子の言葉がずっと引っかかってたんだ。いやいや準備されても嬉しくないって言葉が。子供騙しなんて言葉があるけど、僕の仕事は子供にも見抜かれるくらい雑だった。本当に騙していたのは自分自身かもしれないね。幸い箱を開けるチャンスはまだ残っている、うん、ゴールまで一つ一つ丁寧にやっていくしかないんだ。全部開けるまでに名誉挽回してみせるぞ。それで実は気になっていたことがあってね、あのイゼーヌって子、ずっとこの雪だるまを見ていただろ。だからこの雪だるまをもっと良くできないかと思ってさ。僕はもう少しここで考えていくから、君は先にアムガランジノさんのところに戻っててよ。うん、分かった。すごい急にアムガランジノさん。お疲れ様です。また一つ準備を終えられたようですね。早速プレゼントボックスを開けますか。え、カムリトさんがさらなる工夫を考えているですって。そうですか、どうやらカムリトさんも私たちの仕事の意義を分かってくださったのですね。聖望祭は開催できればそれで良いというものではなく、そこに子供たちが参加し楽しみ笑顔になってもらって、そこで初めて完成するものです。我々実行委員もそんな子供たちの笑顔を見ることで笑顔になり、それがまた新たな笑顔につながる。ですから本来聖望祭にはスタッフやゲストという立場の垣根はないんです。みんながみんな
楽しむことだけ考えればいいんですよ。なるほどな。コミキプレゼントボックスを一つ開けるたびに、そういった気持ちの整理をきちんとしていきながら、本番が始まる時をみんなで一緒に迎えましょう。わーい。今度は緑のところが開きます。数字はいくつかな ?3 かな、ひょっとしたら3かな、まさかな。わあ、予想外だった3だ。コンプリート。じゃあ、とりあえずお手紙の続きから見ていこうかな。多分1通増えているはず。まえさんは現状何通ある？ね、うん、私6通かな。あ、2倍。そっか。漆黒まで行っている方は、どんどん増えていく。なのかな？私今3通しか、3通しか来てない。じゃあ、佐藤の方からのお手紙を。これがね、お手紙を受け取った後の読み込みも結構かかるんだよね。あ、うん。で、まだ読み込んでるもん。あ、よしよし。聖望祭が中止になるかもって噂に聞いていたから、協力を快諾した冒険者がいると聞いて安心したわ。報酬はわずかでも、何事も経験、やって損はないはずよ。それにどんなに地味に思える依頼だって、その働きに助けられる人はいるはずだもの。特に子供たちが心待ちにしている聖望祭を成功させるための依頼となればなおさらよ。あなたの行動が子供たちに夢を与えることを願ってるわ。桃色の髪の方ですかね、ひょっとすると。クイクイックなんちゃらの桃色の髪の結構年齢不詳な方。そうね、うん、でも喋り方からすると割と大人な感じですね。じゃあアムガランジャに次のクエストを受けていこうか。レベル15クエスト、聖母祭を誰と過ごす。さあ、準備をしているようだが、受注。それでは、次の準備をお願いいたします。アプカル滝の前を通って、北にある名士たちの居住区に向かう途中の、おっとりした聖母祭、実行委員から説明を受けてください。はい。さあ、三つ目？四つ目？かな、僕だ数を忘れている。マップが出ない。これも走ってかんといけんのか。あれ、これ逆もしかして。いや、合ってるよ。どっちか。どっちからも行けるよ。ああ、ごめん、私いつも逆から行っててさ。あ、どっちからでも。行き慣れてる方向から行こうかなって、ね。名刺ってさ、うん、あれかな。ハウケタとか、はいはいはい、名刺お会いしましたよねっていう、イエーイ。さあ、ではスプリント切れた、発見読みますかね。おや、ここのお手伝いもしてくれるんですね。聖望祭の期間中、雪だるまを長持ちさせるためにはこうして永久表彰を仕込む必要があるんですよ、うん、あなたは北にある名士たちの居住区の入り口をお願いします。僕とイゼーヌちゃんは創術師ギルドの方をやりますので、終わりましたらそちらまで来てください。なるほど、槍のところで我々はこっちに行けと、うん、ね、この、うん、終わるまでがね、ローディングみたいになってる。あ、動ける。我々はこっちの北の方に行けと。このエリアの雪だるまに解けない秘密を仕込む。解けないように。よいしょ。そうだよね、本来は昼間とかだともうダラーンってなっちゃうもんね。
永久表彰って何に当たるのかな。なんだろうね。これ用のなんか特別な何かなのか。あのでも形としてはなんか似たようなやつ見たことあるよね。うんうんうん、これは走ってあれか槍まで行った方がいいか。ここじゃないわ、槍か。どっちにしろ入れてないと、いやもう走って行った方が早いか。これ、うん、槍に置いてって言われてるからね。ここだよね。槍。どこだ。いい具合に入れてないとかないんだよね。さっきのとこ。そうなんだよね。うん。合間と言いますかね。あ、うん、こっちか。イエーイ。終わったよ。よし、こっちはこれでおしまいですね。やったー。あなたの方も終わったみたいですね。僕は念のため他の場所も見て回りますので、お二人はアムカランジさんに報告をお願いします。ほうほう。ねえねえ、冒険者さんは聖母祭が始まったら誰かと一緒に見て回るの？これどうする？そのつもりだっていうのと特に予定はない。私割とそのつもりだって答えちゃったな。ああ、ちょっと違う方言ってみていい？あのね、ひょっとして特に予定はないっていうと、イゼーヌちゃんが一緒に回ろうかって言ってくる可能性。あ、なるほど、うん、しまったな。ちょっと言ってみて。私何も考えず、うん、連打してしまった。特に予定はない。どうなる。そっか、まあ子供のためのお祭りだもんね。以上。私はいつもお父さんとお母さんと来てたんだけど、今回はそれがダメそうだから、こうしてお手伝いをして聖母祭の雰囲気だけでも楽しめればなって。せっかくだからとにかく大きな雪だるまを作ってお父さんたちにも見てもらいたいな。でもお家からじゃお祭りの様子は見られないし。もう行かなくちゃ。先に帰ってるね。お家どこなんだろう。さて、カムリとハリトの方は順調だろうか。ミーケット野外音楽堂の近くの雪だるまの前にいるはずだ。様子を見に行ってみよう。よし。というわけで、ミーケットですな。さすがにこれはエーテリーかな。うん、ミーケットへ、レッツゴー。どこなんだろうね。あ、そっか、お家ね。うん。聖母祭の様子は見れないらしいので、結構郊外なのかも。郊外っていうか。あと雪があんまり積もってないね、他のエリアは。うんうん、なんか読み込んでおります。おや、じゃあ話を。ハリトさんは、いやイゼーヌちゃん、隣にも雪だるまを作ってみたんだけれど、どうかな。すごいすごい。私、雪だるまも一人ぼっちじゃかわいそうって思ってたの。ねえねえ、もう一つ作ろうよ。え？もう一つ？まあ、頼んでおいた飾り付けの素材がまだ来ないし。よし、もう一つ作るか。そんなわけで、僕の作業はまだまだ終わらない。君の作業はもう終わったんだろう？アムガランジさんのところに報告に行ったらどうだい？ほほ。暗くなってきたから道を今間違えた。アムカランジさん、はい、お帰りなさい。それでは今回のお手伝いのご褒美をどうぞ。残りわずかになってきましたね。さあ、一体どんな不思議なアイテムが来るのかな。まさか2っていう数字なわけがないと思う。あ、1か。2だったね。予想外だったね。コンプリート。さて、お手紙が来てるかな。どうかな。ん？あの、すみませんが、追加の雪だるま用の飾り、もっとたくさん用意していただけないでしょうか。もう一体作ることになっちゃって。ええ、もちろん構いませんよ。それでは私の方で手配しておきますね。それにしてもカムリトさん、聖母祭の準備楽しくなってきたみたいですね。いや、
あはは。これまで僕は与えられた作業の一つ一つを文字通りお飾り程度のものしか思っていませんでした。けれど準備をこなし蓋を一つ開けていくたびに、この小さな作業たちの先には大きなお祭りが待っていると気づいたんです。それで一つ一つの作業にきちんと思いを込めて、自分が納得できるまで次へ進まないようにしたら、今度はこだわりすぎて進めなくなっちゃって。ふふ、それでいいですよ。みんなそうだから、いつもギリギリまで慌ててるんです。カムリトさんにも分かっていただけて嬉しいです。残る準備もあとわずかです。ここまで来たら中途半端な妥協はせず、いつも以上に素敵な聖望祭に仕上げましょう。イエーイ。やる気が出たよね。うん、そう、新しいメッセージカードが届いているようです。何かな。あれ、チェックマークがまだ残ってる。多分ね、あれなんじゃないかな、読み込みが。あ、消えた。人が多すぎ問題だ。あれ、まだなんかあったかなと思ってヒヤッとしたね。さあ、メッセージカードが届いているぜ。お、今度はカイトの提督。さあ、一体誰なんだろうか。一人しかいねえ。なるほど。お、おほう。マイさん今8つぐらいある。8つありますね。おー、なるほどね。あ、じゃあ私はカイトの提督からの手紙を。渡り鳥の鳴き声で聖望祭の季節が来たのだなと知らされる。実のところ幼少より海の上を遊び場としていた私にとって、聖望祭というのはあまり馴染みはない。しかし航海において夜空に輝く星々は己の現在の居場所や行き先を示す大事な指標となる。その輝きなくして誰も大海原を進みゆくことはできないのだ。ならば聖望祭がもたらす笑顔というのは、きっとこの地に暮らす民にとっての明日を照らすしるべなのだろう。聖望祭に関わるすべての者に国を代表して感謝を。提督の手紙っぽかったですね、うん、なんかすごい提督らしいよね、うんうん、よし、そしたら最後の依頼、聖望祭に、最後じゃないか、聖望祭に足りないもの、うん、最後じゃないかな多分。でもさっき2をもらったから2だね。ゼロはないんだねないんじゃないかな。なるほど、もう、うん、わーってなるのか、その瞬間は。さあ、最後の依頼かな、受注。さて次はグレートローム農場の飾り付けをお願いします。熱血の聖望祭実行委員がいると思いますので、詳しい作業内容は現地で説明を受けてください。はい、じゃあこれはさすがに、A 手で飛んだ方がいい。園芸シギント、園芸シギントだね。そうか、さすがにこんだけ人がいると若干カクつくね。私の方はだけど、まゆさん側は多分大丈夫かも。まだそんなにかな。そうかそうか。あとは時間帯、うん、初日だもんね今日。ね。ね。いや、もっとひどいのもあるからね。お、いらっしゃいますね。お、しゅ。たくさん人がいる。さあ、熱血の聖望祭実行委員さん。うん。あら、また手伝ってくれるのね。助かるわ。ここでは、ご家庭用のリースを配っているんだけど、用意していた数だと足りなくなりそうなの。園芸士ギルドにいる豆な園芸士さんがリースの在庫管理をしているから、追加分をもらってきてちょうだい。もう今回は騙されませんよ。ね、
あれだと思ったら、ふちゃさんだろって思うと違うんですよ。うん、多分違うよね。あれ違う、うん、逆ここを登ってくんじゃないかい、登ってった向こう側か。うん、よいしょ。コーラ違った。建物の中か。よいしょ。お、豆な園芸さん。リースが足りなくなりそうだって？大丈夫。他国に配る分など多めに用意してあるから、必要なだけ持って行ってくれ。準備がいいですね。できる男ですよ。てか他国にも配ってるんですね。まあ多分ここが本当にリースとか作る本拠地なんだよね、きっと。なるほど。よいしょ。マイさんの服がまた可愛い感じになっている。あの聖母祭。ああ、なるほどなるほど。さて、リースをもらってきたよ。はい。どうぞ。どうぞ。ありがとう。これだけあれば足りそうだね。あなたが来てくれて本当に助かったわ。これで。お、少年。あ、冒険者さんもお手伝いしているんだ。お手伝いするたびにご褒美がもらえるんでしょ？イゼーヌもお手伝いしてたし、僕もやればよかったな。あら、イゼーヌちゃんが？家が大変な状況なのに、偉い子ね。え？あら、あの子の家に何か問題でも？そうなのよ。それで最近、ご両親が家から出られないものだから、あの子も外で一人寂しそうにしてて。お父さんは背が高くスラッとしている上に、おしゃれな帽子を愛用していたから、遠くからでも目立つ方だったわ。お母さんはいつも笑顔の優しい方で、自分で作った同じ柄の手編みの品で着飾っていたわね。以前は三人仲良く並んで歩いている姿をよく見かけたものだわ。まあ、そうとは知らずにお手伝いを頼んでしまっていたわ。後でイゼーヌちゃんに謝っておかないと。さあ、追加のリースも届いたから、どれでも好きなものをどうぞ。これで町の人に配っているという感じかな。そして女性と子供が去っていく。ああ、ごめんなさい。ここはもう大丈夫だから、あなたは戻ってアムガランジに報告してきてちょうだい。うん、うん、イゼーヌちゃんが気になる。なんか思いのほか家の、うん、思いのほか深刻そうな、うん、深刻そうだった。じゃあとりあえず報告かな。ってことはあのミーケットですな。そうですな。でも私多分イベント初日にやるの、うん、ほぼほぼ初めてかも。いつもなんか置いてあってさ。あ、結構。そっかそっか。とりあえずまあメインストーリーだけ読んだら終わっとこうかなと。よし、じゃあとりあえず一回ここで切りにしておこうか。ではシーズナルイベント聖望祭2020第2回ちょっとここまでにしたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。